ちょいびに。こんにちはっす。ちょいびにです。ただいまですね。iPhone で撮ってます。これ一応ね、これカメラあるんですけど、SD カード入れてくるの忘れた。まあそういうわけで、iPhone で撮ります。世界の山ちゃんの唐揚げくん、それと大きなおにぎりカツ丼、温めるとより美味しいですよって、俺温めてくださいって言ったんですよ。温めてなかったんだけどな。唐揚げくんに関してはね、唐揚げくん買ったのに唐揚げくん入ってなかったというね。ちなみにもう一つ言いますと、おととい、プッチョ2つ買ったのに、お釣り200円ですって渡されたのが、きっとあれは2円でした。これは思い込みかもしれませんでしたけど、僕の手に乗って財布に入れる瞬間、軽って思いましたので、まあ、これは僕のただの被害妄想かもしれませんけど、今日は確実ローソンやりましたね、本当に。前回はどこやったかな、前回はファミマでした。いただきます。大きなおにぎり、カツ丼。温めてくれ、ずったやんけ、これ。あいつダメやな、全然。まあ、レンジで1500ワットで15秒。加熱目安ですね。500ワットで45秒。まあ、175円でしょうね。カロリー書いてあるのかな。カロリーはね、332キロカロリー。外で食う飯ってうまいよね。いただきます。うん。美味しいな。いけちゃうわ、うん、なかなかいけちゃう。レンチンした方が絶対うまいよね、うん、優しい剥いたのができた。あ、ちなみにちょいびにの前回この風景で撮った翌日です。やはりテレビ43ぐらいなのかな。優しい麦茶。麦茶なんか爽健美茶みたいな感じですね。体にいいもの7種類入ってます。はい、グリーンだからってことですね。大麦、鳩麦、黒ごま、海藻、玄米、白、白米、大豆と、うん、まあカロリーはゼロですよ。はい、唐揚げくん食べよう。唐揚げくん辛い、うまい、もう一個ですね。あ、袋飛んでいった。ご当地唐揚げくんグランプリ中部代表優勝って書いてますね。袋飛んでいったら後でちゃんと開きますんでね。世界の山ちゃんね、私大好きでよく行ってましたね。うん、まさかにこの黒胡椒の感じは山ちゃんな。うん、もっとスパイシーですけどね、うん、あ、山ちゃん行きたくなんないだけど、もうちょっとピリ辛でもいいかな、うん、さあ本日はもうしゃあないんで iPhone で昨日撮って、即日も撮影していたホームページ限定動画の方を終わらせたいと思います。撮影終わらせたいと思います。絶対温めた方がうまい。
火曜日に